はゾムロです。どうし、どうもです。はい、今回なんですけれども、はい、久々に1年ぶりにあの企画やります。名付けて2223神補強アンケート実施。まあ、神補強アンケートとは何ぞやかと、言いますとですね、今シーズン移籍してきた選手、はい、まあ、夏移籍、冬移籍ともにですね、なるほど、やってきた選手、うんうんうん、どの選手が一番いい補強だったろうねっていうことをですね、まあ、視聴者の皆様に聞きまして、それを集計して、まあ、動画にしようというわけでございます。はい。まあ、対象は、うん、まあ、ローン選手も含みます。ただちょっと迷ってんだけど、うん、サリバどうしようかなっていう。言っちゃえばサリバ補強みたいなもんじゃないですか、ほとんど。まあね。そう。なんで、通常に移籍してきた選手、うん、フリーの選手、ローンの選手、そしてサリバ。うん。これはサリバだけ、特別枠で。うん、まあでもちょっとね、まあいいんじゃない、うん、やろうかなというふうに思っております。はい、応募方法は簡単でございます。概要欄にあるですね、Google ドキュメントで、今回もやらせていただきます。はい、いいですね。まあ選手名、そしてまあ理由なんかも書いていただけたら幸いでございます。はい、締め切り日はこんな感じ、ここで、っていう感じで、やりたいなというふうに思っております。はい、まあですね、去年で言ったら、うん、冬補強、ルイス・ディアスとクルゼフスキー、こんなところが目立ちましたね。いや、本当に素晴らしい活躍でしたから。でも今回は夏冬統合、うん、まあ去年もだけど、うん、そっかまああの巨人、あの巨人はもう俺殿堂入りでいいと思うよね。いやでも逆に、でもどんだけで、ね、1位なのかも気になるから。確かにどんぐらいの票を獲得できるのか楽しみですよ、結果が。そうですね、うん、ということでぜひぜひ、一人でも多くの皆様の、はい、が投票していただけたら幸いでございます。お願いします。ということでですね、今回は告知動画でございました。はい、よければチャンネル登録がよろしくお願いします。各地です。やめちゃうか、一応行ってこう。一応行ってこう。一応行ってきますね。やめちゃうか、お願いします。それでは、違うところでしょ、バーイ。バーイ。